ハッセルは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のニーインブルク、ベーザー軍に属す、マチソンで、ザムトゲマインでアイストルプを構成する、自治体の一つである。ハッセルは、ブレーメンとハノーファーとのほぼ中間にあたり、ビルデスハウゼーゲースト自然公園とシュタインフーダー、メイヤ自然公園との間のベーザー川沿いに位置する。ハッセルは、砂地の背後にある湿地に位置する。 ハッセルの町域は、北は、フェルデン軍のベルメドリュッバーと接するが、この町境に面するハッセル側の集落が、ユッバーである。この他にリューベラント、ハイトヒューゼン、ヘ面メンハイデンの一部がこの町に属し、デルフェルデンと境を接している。南のアイストルプやヘーメルハウゼンと接する地域は、アルフザーアーエ自然保護地区を含み、荒野の東にあるベーデゼーが、 市境となっている。ヘーメルハウゼンのヘーメルゼー北のハッセラーブルーフも、超域に含まれる。この町は、アイストルプを、本部所在地するザムトゲマインでアイストルプに属す。ザムトゲマインでアイストルプと、ザムトゲマインでグラーフシャフトホーヤとの合併に伴い、2011年1月1日以降は、ザムトゲマインでグラーフシャフトホーヤに属すこととなる。 ハッセルの町議会は11議席からなる。名誉職の町長,長は2006年からギュンター・ケーゼ・ボムが務めている。緑地に金のくちばしを持つ銀の鶴の首が天秤皿の間に配されている。はかりの向かって左上に銀の角とがついた金の端ばみのみ、右上に金の額がついた銀のバラが描かれている。ハッセルという名前は ハシバミの木に由来する。ハシバミの木は、ゲルマン時代には神に奉納するもので、昔この地域にその林があったことを示している。はは、ハッセルの形状、ポエナタリオニスを象徴している。この形状では、何、世紀も前から1846年まで処刑が行われていた。紋章の薔薇と、鶴は長らくこの地に寄った、領主化にちなんだものである。 ルター派の聖コスマエートダミアーニ教会は、レンガと大きなサガンの切り石で作られており、その大部分が12、13世紀に建設されたもので、ある。ハッセルと、荒野の間にある川辺の森やルフーザーアーエ、自然保護地域には3月末から4月初めに、キケ満足の白や紫の花が咲く。この町は、ニーインブルク、ベーザーから、フェルデンに至る、連邦道。 B215 号線に直接面している。また、修道330号線や鉄道アイストループ、法屋寺池線も、町内と通っている。ありがとうございます。